はい、こんにちは、MB です。今日はですね、モテ服についてお話ししましょう。皆さん、モテ服っていろんな人が言ってますけど、まあよく考えればですね、根本的なことを考えれば割と答えは簡単に出てくるんですね。どんな男性の服装が女性に受けがいいのか、今日はそんな話をしようと思います。まずですね、モテる服、女性に受ける服ってのはどんな服なのか、これってですね、もちろん例えば100人女性がいて、100人中100人絶対にこの服がいいってなるわけないんですよ。当然人それぞれ好みがあるので、まあ本当にそのこういうモテ服の話をするとですね、いや俺の彼女はそんなこと言ってないとか、いや俺の女友達はそうは言ってないみたいな話ってあるんですけど、あくまで確率論の話になってしまうので、どうやったって個々人の主観にはかなわないので、それぞれ好みがあるわけですから、もしその子の好みが分かるんだったら、その子のことを考えてその子が喜ぶ洋服を着るのが一番正しいと思うんですけれども、そういうヒントがない場合の方が多いわけじゃないですか。例えばあの子が好きで、あの子と付き合いたい、あの子を好きになってもらいたいとかって思う時にですね、どうやったってその子の趣味みたいなのってなかなかわからないじゃないですか。そうすると、まあ万人受けするもの、少なくとも嫌われはしないだろうなっていう70点を狙うしかないんで、今回はその70点のお話をします。100点を目指すんだったらもうほんとその子の好みを知るしか方法はないんですけれども、まあそれがわからない時に今日のお話を使ってもらえればというふうに思ってます。そもそもモテ服の話なんですけれども、モテ服を語る前にですね、女性が男性に対して何を求めているのかっていうことを考えなければいけません。そしてこれは長い人類の歴史を考えればもう明らかなんですね。何が大事か、2つです。根本的にはたった2つです。1つは大人っぽさ、もう1つは清潔感。この2つにまず限ります。一つ一つ論理的に説明していきます。なぜ大人っぽさがモテるのか、よく考えてみてくださいね。太古の昔であればですね、太古の昔、原始時代であれば、男性ってどういう人がモテたと思いますか？当たり前だけど、自分と子供を守ってくれる存在、狩りをして獲物を持ってきてくれて自分たちを守ってくれる男性っていうのがモテるわけです。当たり前ですね。これは差別でも何でもなくて身体上の問題ですけれども、女性ってのは身体的に我々男性よりも弱い存在なわけですね。だから我々男性ってのは基本的に女性を守らなければならない、家族を守らなければならない。だからこそ守ってくれる男性を好むってのは生物として当たり前、子孫を残す上で、自分の生命を守る上で当たり前の話です。僕らと違って弱い体を持っているからこそ守ってくれる人を頼るわけですね。で、その時に原始時代だったら自分に餌を持ってきてくれる、子供を守ってくれる力強さみたいなのが必要だったはずです。つまり筋肉がねすごかったりだとか、足が速かったりとかね、いかにも男性的で強そうみたいなね、そういう見た目が受けてたはずですよね、自分を守ってくれるって意味で。しかしですね、現代において男性の筋肉だったりとか力、物理的な力強さっていうものが女性を守る術とイコールにはなってないわけですね。まあ当然ね、街で不良に絡まれててめえこの野郎ってなった時に筋肉が物を言うのはもちろんわかるんですけど、そんなシーンってあんまりないじゃないですか。じゃあ現代において女性を守る力、男性の力っていうものは一体どこに集約されてるのかっていうと、当然ですけど、まあすごいこうえぐい話ですけど、社会的地位だったりとかお金になるわけですね。たくさんお金がある、社会的に地位が高い、そういう人ほど当然家族を守る力っていうものが、まあ現代においては高いとされるわけですね。これはまあ本当に残酷な話だし、えぐい話ではあるんですけれども、なかなか否定しようのない話ですね。資本主義社会においてお金を持っている人の方が人を守ることができる、家族を守ることができるっていうのは、筋肉と比べた時にもまあお金の方が上であることは誰も否定はできないと思います。あまり進んで肯定はしたくないですけどね。じゃあね、でもね、女の子がね、街歩いてる女の子はみんなお金持ちが好き。もうお金持ちっていうことをもうバリバリに主張した。もう歯とか金歯にして、もう成金で、ルイ・ヴィトン全身着てみたいな人がモテるのかって言われたらそうじゃないですね。そんなにシンプルじゃないんですよ。申し訳ないけど、そんなに女性の好みっていうのは単純じゃないんです。ただでもですね、社会的地位だったりとかお金だったりとか、自分を守ってくれる力強さっていうものを象徴する服装をしなければいけない。そしてそれは何かっていうと、
大人っぽさなんですね。なぜ女性がスーツを好きなのか、男性のスーツスタイルは好みなのか、周りの女性に聞いてみてください。男性のどんな服装が好きですか？大概スーツって答えますよ。スーツ嫌いな女性ってほとんどいないんです。なぜスーツを嫌わないのか、それはスーツは社会的地位の象徴だからですね。これは僕がニュースピックス出演させていただいた時にも同じような話しましたけども、スーツってのは、まあ、ブルーカラーとホワイトカラーの区別をさせるための、まあ主張のツールだったわけですよね。スーツを着てるっていうことは社会的地位が、まあ、ある程度高い、ちゃんとしてる、まあそういう主張が案にできるわけですね。だから女性はスーツが好きなんです。しっかり大人っぽくて社会的地位をまとってるっていうことが象徴されてる服だからこそ、パーカーにデニムにサンダルよりもスーツの方が好まれるんですね。もちろん好みはありますよ。パーカーにデニムにサンダルが好きって女の子もいっぱいいるとは思います。ただし原理的なもの、人類の原理原則、そもそも根本的に女性は男性に何を求めてるかっていうことを考えたら、自分たちを守ってくれる力のある男性を好むわけだから、当然その時に筋肉ではなくて、現代においては筋肉はお金になってる、社会的地位になってる。でも社会的地位を象徴しようと思って成金ルックが好きになるほど女性は単純ではありませんと。ではどういう風にお金を持ってる、どういう風に社会的地位を持ってるっていうことを象徴させるのかっていうと、それはスーツなわけですね。つまりスーツは何かというと大人っぽさなわけですね。まあスーツが一番かっこいいのは間違いないんだけれども、スーツってまあ基本的にビジネスだったりとかパーティーの時に使うものですよね。だからスーツをそのままネクタイ締めてシャツ着て、ジャケット着てスラックス履いて革靴履いてみたいな感じにしちゃうと、どうしてもビジネス感が出てしまうと。だから街着、普段街で着るようなスタイルの中では、スーツを思いっきりネクタイ締めてっていう格好はちょっとそぐわないわけです。そうするとまあどういう言葉に集約されるかというと、大人っぽさですね。まあスーツって大人っぽい印象があるわけですから、スーツの要素、大人っぽい要素を街着の中にどこかに入れ込む。例えばシャツを使うでもいい、例えばジャケットを使うでもいい、例えばスーツみたいに細身のスタイルにするでもいい、まあちゃんとしたっていうところですかね。そのスーツスタイルだったりとか大人っぽさみたいなところを街着の中で、普段着の中で入れ込んであげると、それはモテ服の一要素となるはずです。迷ったらこういう風に考えてみてください。まあでもこれって僕が言わなくても分かってますよね。合コン行く時に大概の男性ってシャツ着たりとかジャケット着たりとかするじゃないですか。婚活の時にスーツとか、まあスーツじゃないけどセットアップとか着るじゃないですか。それと同じことですよ。それを論理的に説明すると、大人っぽさっていうものが魅力として感じられるってだけの話ですね。でもう一つ言いました、清潔感ですね。なぜ清潔感が女性受け、モテに対して重要なのか、これの話もするとですね、清潔感っていうのはですね、勘違いしちゃいけない、我々男性は勘違いしちゃいけないんですけど、我々男性が捉えている清潔感と女性が捉えている清潔感って違いますからね。僕ら男性ってまあなんとなく綺麗にしてるし、昨日も風呂入ったし、まあ今日も朝歯磨いたし、それでいいじゃんって思っちゃったりするんですけど、そうじゃないんですよ。女性はもっとシビアなんです。例えば爪が伸びてないかとかね、爪が黒ずんでたりとか伸びてないかとかね、まあ鼻毛が出てないかとかね、靴下がボロボロになって穴開いてないかとかね、まあそんなん別にちっちゃいところだからいいじゃんとかって思う男性結構いると思うんです。だから自分の姿とか鏡であんまり見ないで出ちゃう人って割といると思うんですけど、ちょっとね、モテ服を意識するときだけ、毎日しろとは思わないんですけど、モテ服を意識するときだけぜひですね、もうちょっとだけ清潔感シビアに見てください。ではなぜ女性が清潔感というものをここまでシビアに見てるのかというと、これは理屈非常に簡単です。受け身だからです。これは変な話ではないんですけど、女性っていうのは、まあ、体の構造的に受け入れる側ではないですか。受け入れる側だからこそ、まあ、ウイルスだったりとか汚いものだったりとかっていうものに抵抗感を感じなければ生きてこれなかったわけですよ。今まで人類史の中でね、人類が発展していって進化する過程の中で、女性は何でもかんでも受け入れるってなると、様々なウイルスだったりとか様々な汚いものが体に入り込んでしまうわけじゃないですか。構造的に、これ以上深いこと言わないですけど、構造的に入り込んでしまうわけですから、それを拒否しなければいけないわけですよね。つまり清潔なものでないと受け入れられないっていう感覚を持った人の方が長生きするわけですよ。だから女性ってのは清潔感を好むんです。我々が清潔感に対して疎いのは、男性が清潔感に対して疎いのはですね、我々は受け入れる側ではないからですね。男性が捉えているものと女性が捉えている清潔感っていうところにはちょっと隔たりがあるんですよ。もうちょっとシビアなんです、我々よりも。だから爪の長さとか見なきゃいけないんです。黒ずんでるかどうか確認しなきゃいけないんです。なぜかというと、手っていうのは相手を触れるところだし、しかも先端部分で目立つところだからですね。こう
やって普通に合コンの時にお話ししててもですね、手っていうのは先端部分だからどうしても目立つんです。その目立つところに汚さが少しでもあるとですね、だらしない部分が少しでも見えると、その手で自分を触れるっていう時に想像した時にですね、それは拒否する方向に働くわけじゃないですか。だから清潔感っていうものに対して我々はもう少しシビアに考えなければいけないし、まあそれは相手のことを思いやるってことですよね。我々男性っていうのは女性とそもそも違う生き物だから、我々は向こうに寄り添って少し丁寧に自分の清潔感というものを整えてあげるっていうことを意識するといいと思います。このようにですね、論理的に考えると、大人っぽさと清潔感、この2つが原理原則としてモテ服につながるっていうのは、おそらく誰も否定できない話だと思います。では例えばですね、どんな服装がモテ服として正解なのか、まあちょっとテンプレート的なんですけど、まあこんな感じですかね。セットアップですね。まあスーツです。スーツのセットアップに中 T シャツ、スニーカー。まあ本当にこれ MB チャンネルの中でもおすすめしてますけども、本当にシンプルな着こなしではありますが、まず第一歩はこの辺から進めてもいいと思います。まあ本当にね、セットアップに中に T シャツにスニーカーって、ここ2、3年でだいぶ増えた着こなしだと思いますし、まあこれを見てですね、わあすっごいおしゃれだとはならないと思うんですけど、いかにもちょっとテンプレート的ではあるんですけれども、ファッションに興味がない、ファッションに自信がない人はまずここから始めてもいいと思います。全然これでダサいとも思われないと思いますし、まあ10人いたとしたら7人ぐらいの女の子に、7、8人ぐらいの女の子には、あ、洋服に気を使ってるな、清潔感なら清潔感があるな、大人っぽいなと思われると思いますので、本当に心配だったらですね、こういう格好をまずしてみてはいかがでしょうか。そこでね、あのポイントとしてはですね、中のインナー白にしてあげるのって結構ポイントです。なんで白を選ぶかっていうと、白は最も清潔に見える色だからですね。この世にある色の中で最も明るい色が白ですね。白っていうのはくすみも汚れも感じさせない真っさらな色なんで、清潔感の象徴なんですね。なので、あの全身黒とかのスタイル、上下黒のスタイルとか別に悪いとは思わないんですけれども、ちょっとね、女性と会う時っていうのは清潔感を少しだけ意識してほしいんですね。黒っていうのは基本的にくすんでる色ですから、まあ清潔感という意味では若干弱いんですね。なので白をですね、まあこんな全面に使わなくてもいいんですけど、どこか一点でもいいんで白を使ってあげるとですね、まあ明るく清潔感のある印象を演出できますんで、大人っぽいっていうところはこのスーツで表現して、清潔感っていうところは白で表現する、まあこの着こなしがまあ一番簡単で論理的かなというふうに思います。ちょっと応用編になるんですけど、こんな感じもありですね。まあ大人っぽさっていう意味ではスラックスにブーツにニットを使ってるので、まあこれってドレスで使うアイテム、スーツで使うアイテムですよね。なのでまあちょっと大人っぽさを表現できてると思います。で、清潔感っていうところに関してはまあ本当は白使った方がいいんですけれども、まあこういう裾がね、あんまダルダルしてないとか、首元がよれてないとかね、でちょっと明るめの色を一色挟んであげるとか、まあそういったところで清潔感っていうのは多少は担保できますんで、まあこんな着こなしもありだと思います。特にね、柄物のねアウターっていうのはね、女の子が褒めてくれるんですよね。女の子からの褒めを引き出す技術っていうのがあるんですけれども、ちょっと次のコーディネートでまたそれ説明しますね。はい、次のコーディネートこんな感じですと。こんな感じです。はい。チェスターコートにスキニーのスキニーのパンツに、スニーカーに、柄のマフラーを使ってますね。これはね、女の子に褒められやすい着こなしなんですけれども、どうして褒められやすい着こなしなのかというとですね、罠が張ってあるんですね。女の子からですね、褒められたいとき、まあ、例えば合コンとかで、その服かわいいねとかって言われたら、そこで会話が弾むじゃないですか。こっちも嬉しいしね。で、そういう時にですね、どういう風にして褒めのキーワードを出すかというとですね、小物にこだわった方がいいです。これは別に変な話じゃないんですけれども、これ見てる男性に聞きますけど、女性の服装を見て、あ、それかわいい、そのワンピースかわいいねとか、そのコートいいねとか、褒められますか？多分、ほとんどの男性が女性の服装を褒めることができないと思うんです。なぜ褒めることができないか。ワンピース見て可愛い可愛くない、女の子のコート見て可愛い可愛くない、スカート見て可愛い可愛くない、区別つきますか？多分つかないです。どんなものが正解なのか、どんなワンピースが可愛いとされてるのか、どんなコートが可愛いとされてるのかっていう基準が存在しないんですよ、僕ら異性には。それって女の子も一緒なんです。どんなチェスターコートがいいか、どんなスキニーがいいか、どんなニットがいいか、どんなパーカーがいいかっていうメンズ服の基準が存在しないから褒められないんです。
褒める時っていうのは、まあ、誰しも必ずそうですけど、褒める時っていうのは何らかの基準が存在していて、まあ、それが感覚になってる場合もありますけど、何らかの基準が存在していて、その基準をクリアした時に褒めるわけじゃないですか。つまり基準のないものって褒められないんですよ。だから我々は女性の服褒められないんです。じゃあ女性が僕ら男性の服を褒めてくるときってどんなものを褒めるか、それは小物なんです。マフラー、ストール、スニーカー、手袋、バッグ、こういうものですね。帽子、メガネとかもそうですね。なんでこういう小物を褒められるか、よく思い出してみてください。女の子に褒められた経験あると思いますけども、それを思い出すとですね、大概小物を褒められてるはずです。居酒屋だったら脱いだ時の靴下かわいいねとか、マフラーかわいいねとか、そのメガネかわいいね、大概小物を褒められてるはずなんですよ。思い出してください。絶対そうです。なんで小物なのかっていうと、褒める基準が一緒だからです。小物っていうのは基本的にメンズとレディースそんなに差がないんですね。ストールマフラーのデザインにメンズレディースの差なんてないです。スニーカーもほぼ同じです。まあ違うのももちろんあるけどね、ピンクの切り替えが入ってるとかね、違うのあるかもしんないけど、基本的には同じ。メガネも同じ、バッグも同じリュックしょいますよね。どっちも男女どっちもアウトドアのリュックしょいますよね。手袋も同じです。だから褒める基準が存在するんです。でもワンピース俺ら分かんないのと同じで、彼女たちも俺らが履いてるデニムの質感なんて分かんないんですよ。だから褒められないんですよ。褒められるとしたらよっぽど男性のこと詳しい人なんで、なかなかそういう女の子は多分いないと思います。まあ手だれのキャバクラ嬢だったらいるかもしれないけど、基本的には小物です。だから小物でちょっと目を引く柄を入れたりとか色を入れたりとか、小物でちょっと目を引く着こなしをしてあげると簡単に褒めてくれるんですよ。これすごく気持ちがいいんで、ぜひやってみてください。別に女の子から褒められてラッキーってテンション上がる必要もそんなにないんだけど、まあ会話のきっかけにもなるんで、僕なんか女の子とか会う時とか、まあ、合コン行く時とかって、まあ、しばらく行ってないですけど、ストール巻いたりだとか、何かしらメガネかけたりとか、何かしらの顔周りだったりとか小物周りで、まあ、理解しやすいような女の子の、範疇に、女の子の基準の中に収まるような小物をつけてですね、ちょっと話題のきっかけにさせてもらったりすることがあります。まあちょっとあざといですけどね。あえてストールとかね、女の子のブランドのものを使ったりとかね。で、なんか、それかわいいの、それどこの、いや、これ実はこれこれこういうブランドなんで、それレディースじゃないの、いや、そうなんだけどさ、レディースでこれかわいいんだけど、みたいな、そんな会話を繰り広げたりするわけなんですけれども、意外と、効果てきめんなんて、ぜひ気になったらやってみてください。はい、そんな感じですね。まあ、本当に言った通りなんですけど、大人っぽさと清潔感っていうところを意識していただいてですね、まあ、あとは小物で罠を仕掛けるっていうところですね。あと、もう一つだけワンポイントアドバイスなんですけれども、ね、今こうやって合コンするつもりになってください。合コン、僕と合コン、画面越しに合コンするつもりになってください。こういう風にいる男の子、ね、シャツ着てこういう風に着てる男の子と、こういう風にしてる男の子、どっちがモテると思いますか？多分今の方ですよね。こうやってこれとこれとこれ、どっちがモテると思いますか？ね、明確ですよね。こっちの方がモテるんですよ。こっちの方が多分女性受けいいんです。まあもちろん好みはありますよ。女性の好みは千差万別ですから、全員に当てはまるとは言わないです。でもこっちの方が多分よく見えるなって今なんとなく思ったと思います。これなぜかっていうと、色気が出るんです。色気は3首、まあこれもう僕の本では散々語っていることなんですけど、3首、手首、足首、首、乳首じゃないですよ、手首、足首、こういうこと言うから女性読者が減るんだよな。手首、足首、首、この3箇所っていうのはですね、曲線が存在するんですね。まあ体の作りの関係なんですけど、手首と首っていうのは上半身の中で一番細い部分です。で、足首っていうのは下半身の中で一番細い部分です。まあ人間の体ってこう太い部分があって細い部分があってって、こういう曲線があるわけですけども、人間ってね、曲線に色気感じるんですよ。まあうなじだったりとかね、まあ胸とか女性の胸とかもそうですけど、基本的に丸みのあるもの、曲線のものに色気を感じやすいんですね。 iPhone の裏側とかも昔そうだったじゃないですか。あれ僕の地元で作ってたんですけど、まあそんなのとてもいいんだけど、曲線をつまりですね、曲線が一番象徴されてるのって当然一番細い部分なわけですよ。ぐーって太い男の太ももから足にかけてだん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 細くなって、最終的に足首で一番細くなるわけですね。手首もそうですよね。腕周りぐーっと筋肉質になってだん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 細くなって、ここが一番細いわけですね。で、ここに一番綺麗な
くびれが存在するわけです。曲線が存在するわけですよ。ここもそうです。広い肩からちっちゃい頭に向かってぐーっとこう曲線があるわけですね。つまりこのくびれ周りを露出させることでですね、人間というのは色気が出るんですね。だから合コン行った時にですね、例えばスタイリストさんとかお金払ってやってもらって、これとこれとこれを着てください、お、これとこれ着ればモテ服なんだ、完璧だなと思って着てってもですね、このシャツ着て、このパンツ着て、うん、これで完璧だ、よし来いみたいな感じだと実は違ったりするんですね。洋服って本当に奥が深くて面白いんですけど、同じシャツを着ても着方、着崩し方で全然印象変わるんです。こうやって着るのと、こうやって着るのとだと全く印象違うでしょ。これがね、非常に大事なところで難しいところなんですよ。だから ZOZO とかも一時期やってましたけども、そのお届け便、お任せ便、お届け便みたいなのあったじゃないですか。スタイリストさんみたいな、まああれバイトで雇ってたスタイリストさんみたいなのが、まあ着こなしを考えてそれを送るみたいな感じなんですけど、このシャツとこのパンツとこの靴合わせればおしゃれになるって、それ嘘ですから。そんなわけないです。これとこれとこれを合わせればおしゃれになるんじゃないんですよ。これとこれとこれをどうやって着こなすかっていう要素も必要なんです。コーディネートっていうのはね、二軸あって、アイテムの価値と着こなしの価値、これをプラスした時に全体の評価が決まるんですね。アイテム単体ではここのもし着こなしを間違ってしまうと決して完成形にはならないんですよ。逆に言うとアイテムが多少悪くても着こなしが上手な人っていうのは何でもおしゃれに着れるんです。わかりますか？だからアイテム押し付け型のサービスでおしゃれにできると思ったら、それは洋服屋じゃないです。なんで ZOZO タウンって洋服屋さんのくせにそんなことも分かんないのかなと僕は思ったんですけど、いや、ね、洋服を預けるだけでおしゃれになれるんだったら誰も苦労しないんですよ。なんでスタイリストがいるのか、なんで販売員がいるのかっていうと、それは洋服に着こなしっていう価値観が一つ存在するからなんですね。アイテムの価値と着こなしの価値、この2つが合致しないとおしゃれってものはなかなか作れないんですね。まあなんでこの辺はすごく難しいところではあるんですけど、まずモテ服としてはですね、くびれを出すっていうところをぜひちょっと意識してみてください。はい、今日はそんな感じですね。今日はモテ服について話をさせていただきました。男性にとってはすごく関心のあることだと思うんですけれども、まあでもね、個人的にはですね、今回の話で終わってほしくないんですね。まあ今の話ってですね、大人っぽさと清潔感だったりとか、くびれを出すだったりとか、小物に罠を入れるとか、そういうことっていうのはですね、まあ基本的にですね、10人いたら 7,8 人の女性にまあ好感度を持たれることはできると思います。ある程度例えばなんだろうな、大学の試験で言えば足切りはされないと思うんですよ。でもね、これを着てれば受ける、これを着てれば大丈夫みたいなテンプレート的な発想ではなくて、もしね、まあ合コンとか複数の人と会うんだったらそれでいいんですけど、もし誰かとデートする時とか、好きな人に好きになってもらいたい時とかっていうのは、相手のことを考えるのがまず第一だと思います。まあ一番初めに冒頭に言った通りなんですけれども、まあテンプレート的な着こなし、これをやっとけば、とりあえず間違いないっていうのはまあ確かにあるし、今僕も説明した通りなんですけども、本当に大事なのは相手のことを思いやる気持ちだと思います。相手のことが、僕が好きな彼女がね、どんな着こなしをしたらこの子は喜んでくれるんだろう、どんなことをやったらこの子は嬉しがってくれるんだろうっていうことを考えに考えて、デートの前日にね、明日これ着た方がいいんじゃないか、これ着た方が喜ばれるんじゃないか、こういう服装が好きなんじゃないかとかって考えたりする努力が結局彼女に伝わってですね、彼女は喜んでくれたりするわけじゃないですか。だからまあテンプレートに頼るっていうのは一番初めとしてはいいと思うんですけど、もしその先に進みたいと思うのであれば、やっぱり相手のことを考えるっていうのが一番大事なことだと思うし、洋服っていうのはそれを体現できるツールだと思います。僕はあなたが好きな格好してきましたと、あなたのことを一生懸命考えてコーディネート考えましたっていうことをね、その気持ちをね、表現できるツールだと思うので、まああんまりテンプレートっていうところにこだわりすぎないで、まあこれをね、何も分かんない人は今僕が話したことをきっかけにしてもらえばいいと思うんですけど、本当に好きな人が一人できた時っていうのは、その人のことを一生懸命考えて、その人のために着こなしを作るっていうのがまず一つ大事だと思いますんで、ぜひその根本を忘れないように、その基本を忘れないようにしていただけると、もっとファッションが面白くなると思います。はい、そんな感じで MV チャンネル、普段は商品紹介あたりとか、ファッションロジック、豆知識などをお送りしております。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。MV でした。バイバイ。